こんにちは、いちこからのもいちこと申します。お願いします。今日はですね、3月24日からジャンプショップで始まったヒロアカフェアでね、購入した商品を紹介したいと思います。よかったら最後までご覧ください。はい、こちらのフェアなんですけど、3月24日金曜日から4月2日の日曜日まで開催されています。開催場所はジャンプショップ14店舗と、ジャンプショップのね、オンラインサイトでもグッズが発売されています。このね、ヒロアカのフェアはジャンプショップでちょくちょくされてるんですけど、今回はね、前にあったヒロアカのフェアのビジュアルもね、使用されてグッズが発売されてました。はい、こちらがですね、今回売られたグッズなんですけど、結構今回もたくさんありました。ヴィランのね、グッズとかもあって、ステッカーとかタオルとか、缶バッジとかもね、いつも通りありました。本当にね、たくさんあったので、買うの迷ったんですけど、このね、商品情報が出た時に、これは絶対に欲しいっていうのは決めてて、今日はね、私が買った購入品をね、紹介したいと思います。開封グッズもあって、まだね、中身見てないので、開封していこうと思います。じゃあね、カメラの位置変えます。はい、じゃあね、商品紹介していきたいと思います。まずこちらです。じゃーん、僕のヒーローアカデミアチョコクランチ全面戦争編です。これはね、買おうか悩んでて、実際見に行ってやっぱり買おうって思って買いました。これね、チョコクランチとホロステッカーがね、1枚入ってるみたいで、これ後で開封したいと思います。はい、次がですね、じゃーん、こちら。スマホとコレクション、ボリューム3です。これがね、私が今回一番欲しかった商品なんですけど、理由はね、後ほど説明します。ここね、買いました。はい、次がですね、じゃーん、かっちゃんのね、ステッカーです。私の推しは、落語くんなので、こちらをね、購入しました。めっちゃね、かっこいいです。スマホのね、裏とかに入れたいと思います。はい、今回はね、この3つだけなんですけど、値段ね、言ってなかったんですけど、チョコクランチが税込み1026円でした。スマホとコレクションが1つに3枚入っていて、税込み550円でした。クラフトステッカーが440円でした。じゃあ、先にこれ開けて、これ開けます。はい、じゃあ改めてね、こちら紹介するんですけど、ラインナップがね、こんな感じです。なんと全40種類、うちレア柄が7種入ってます。めちゃめちゃラインナップ多いんですよ。なんでね、私がめっちゃ欲しかったかっていうと、ちょっと画像がボケてて見えにくいんですけど、このかっちゃんがめちゃくちゃ欲しくてですね。これ皆さん、いつのシーンか覚えてますか？これはですね、確かアニメシーズン3の第61話、デクとかっちゃんが戦うね、シーンの時のかっちゃんなんですけど、戦い終わった後にオールマイトが来るんですけど、その時に自分がね、オールマイトを終わらせてしまったっていう責任感を抱えてる時の悔しがってるかっちゃんなんですよ。いつも強気だけど、かっちゃんもいろいろ抱えてたんだなって、初めてこのシーン見た時に思って、思い入れがある大好きなシーンなので、このね、かっちゃんは絶対に手に入れたいと思います。1つ3枚入りだから計15枚なんですけど、出てきてくれるかな。じゃあ開けます。お願いします。これね、ボリューム3だけど、実は買ったの初めてなんですよ。前のね、スマホとも今回ジャンプショップに売ってました。じゃあ1つ目いきます。あ、これあれだ、もう1つ包まれてるやつだ。あ、ドキドキしちゃった。じゃあ開けます。結構長細いんですね。いきます、せーの、ほい、すごい、めちゃめちゃいい感じです。裏がこんな感じで。じゃあ一つ目いきます。じゃーん、はい、しんどうくんでした。傑物学園高校の生徒ですね。グッズね、結構レアですよね。イケメンだ。ありがとうございます。
これね、スマホとコレクションなんでこんな感じになっててめちゃめちゃ可愛いですよね。じゃあ2枚目いきます。じゃん。あ、お茶子ちゃん、これはこれなんとレア柄ですね。これはね、なんかこうキラキラしてますね。ありがとうございます。可愛い。じゃあ3枚目はじゃん、エンデバーでした。めちゃめちゃかっこいいです。迫力ありますね。ありがとうございます。最初のね3枚はこの3人でした。この3枚入りの開封さ、色分かってん思い出す。なんかカードみたいなのもね3枚入りだったんですよ。まだね見たことない方は見てみてください。1年前ぐらいの動画なんですけど。いや1年じゃない、間違えた。2年経つのか。早いですね。もう一回行きたいな。じゃあ2つ目の4枚目いきます。せーの、ほい、相沢先生です。え、このさビジュアルの相沢先生のグッズレアじゃない？かっこいい。こういうさ、ちゃんとビシッとするときちゃんとかっこいいのね。かっこいいよね。もうかっこいいしか言えないんだけどはい、次いきます。せーの、ほい、デクくんです。真剣な表情してます。最近のアニメのデクくんがね、もうちょっとしんどすぎて、原作をね読んでた時をすごい思い出しますね。しんどいの再びって感じ。はい、じゃあ3枚目はじゃん、トゥワイスでした。トゥワイス結構出るな最近。ありがとうございます。え、このさ、この相沢先生とデクの中にトゥワイスいるんだね。このさ、入る順番とかはさ、一緒なのかな？全部。ちょっと待って、出るかな？心配になってきた。この前ね、一番くじさ、その、まだコンビニあるって言ってたじゃないですか。あれ、めっちゃいい感じで残ってたんですよ。それで引こうと思ってたら、引かれてました。欲しかった賞が残ってて、ちょっと解消が残ってるみたいな感じの状態があって、引こうと思ったんですけど、一旦持ち帰って、いざ引こうと思って行ったらもう、引かれてましたね。しかも結構、少ない数で引いてたっぽくて、もうみんな運いいよね。またね、次のさ、ヒロアカの一番くじのね、デクくんも、ルール抱えちゃった感じのデクくんだったんで、またね狙いたいと思う。すいません、話がね長くなって早く引けって怒られちゃいそう。じゃあ3つ目の7枚目いきます。せーの、ほい、とがやみくんとしょうじくんのツーショットです。このね2人はツーショットなんですよね。ありがとうございます。じゃあ2つ目いきます。せーの、ほい、あ、お茶子ちゃんです。かわいい、すごい笑ってます。最近お茶子ちゃん率すごいんですよ。私今回もまた2個当てちゃった。お茶子ちゃんもね最近アニメですごい頑張ってますよね。応援したくなっちゃう。はい、次は、せーの、ほい、あ、かぶっちゃった。入ってる順番一緒とかじゃないんですね。しかも TWICE 3番目多いな。ありがとうございます。あと2つです。当たるこれ。今日ねなんか押し引ける気がしないんですよね、なんとなく。なんでなんだろう。でも前からガバって撮ったから全く一緒のやつないと思ったんですよ。そしたらね被ってた。じゃあ4つ目の10枚目いきます。お願いします。せーの、ほい、スピナーでした。ヴィラン続いてますね。ありがとうございます。次いきます。せーの、ほい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 。やったー。ちょっと待って急すぎた。もう絶対ないと思ってた皆さん来ました、このこっちゃんです。やっとね画質がいい感じのを見せれました。かっちゃん来ました。かわいい、これ欲しかったんですよ。まさかスピナーの後でした。いや、よかった。
た、本当にありがとうございます。このサイクも2個で来てくれて本当によかった。来てくれてありがとう。めっちゃ良くないですかこれ。じゃあ3枚目いきます。せーの、ほい、飯田くんでした。はい、このね3枚でした。よかった、めっちゃかわいい。どうなるかと思ったけどさ。はい、じゃあラストです。もうラストは安心して開けられます。嬉しい。40種類っていうのがねすごいですよね。はい、じゃあラスト5つ目の13枚目いきます。せーの、ほい、ビッグスリーでした。かわいい、身の筋肉ムキムキ、ありがとうございます。さっきと、ね、全然テンションが違うんですよ、自分でわかる。じゃあ2つ目いきます。せーの、ほい、あ、かぶった。トコヤミくんとショウジくんかぶりました。かぶり多いね結構。じゃあラストです。せーの、ほい、こちらは私立高校の生徒のヨアラシくんです。ヨアラシくん見て思ったんだけど、今回さ、トドロキくん一回も見てない。前はね結構出てたんですよ、トドロキくん。はい、こんな感じになりました。もう見事かっちゃんが当たりました。もうめっちゃ嬉しい、これ欲しかったから。かっちゃんがね写ってるやつ、あと単体で写ってるのと、デクト写ってるのとレアがあったんですよ。その中でも、もうこれが出てきてくれたことが本当に奇跡、ありがとうございます。こうなると結局かっちゃんの全部欲しくなっちゃうんですけど、まあね本当に良かった。トゥワイスがさ個性発動しちゃってる。はい、ありがとうございます。楽しかった、本当に良かった。次行きます。はい、次がですね、こちらチョコクランチ開けていこうと思います。これね一つしかないので1個しかね開封できないんですけど、ラインナップはねこんな感じです。全12種類で、これもねかっちゃん当たったらいいなって思うんですけど、多分難しい。それはこれでさ引いちゃったらさ、今日運ないとか言ってたんですけど、今日運ありまくってるわ。この後過ごすのちょっと怖くなっちゃう。じゃん、あ、ちゃんと銀に包まれてるみたいですね。はい、こんな感じでお菓子の方は後でゆっくり食べます。これね開けます。今日の開封ね最後です。せーの、ほい、デクくんでした。すごい、これキラキラしてる。このね全面戦争編なので、戦ってる時のねすごい怒ってるデクくんですね。裏はね普通にこんな感じで。ありがとうございます。デクくんも今日ねよく当たった。もう後でチョコクランチ食べまくろ。はい、今日のね商品紹介と開封は以上になります。こちら当たってよかったです、めっちゃ嬉しい。あとはねこのチョコクランチも後で食べてみようと思います。このステッカーもねめっちゃ可愛い、クラフトになってる。はい、今日紹介したね商品とか開催中はね売られてると思うんですけど、物によってはね早めに完売しちゃうものもあるので、欲しいものがあった際はね早めに行ってみてください。今日もご視聴いただきありがとうございました。またね開封動画あげます。じゃあねー。